本日、日本カナダ友好議員連盟総会が行われましたので、その報告を簡単にしたいと思います。はい、皆さんどうも参議院議員の浜田聡でございます、えー。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、ただいま、令和5年の8月28日月曜日、時間がもうすぐ17時30分になろうというところでございます。えー、日本時間ではですね、えー、29日火曜日のですね、えー、午前の6時半頃だと思います。 えー、ということで、私はですね、今、カナダのオタワに来ております、えー。この動画をね、あの、ホテルの部屋でね、撮影をしているわけでありますけれど、えー、今回ね、日本カナダ友好議員連盟の、ま、活動の一環でですね、えー、こちらに、ま、来たわけでございます。で、まあ、その最大の目的がですね、あの、本日の まあ、総会であったと私は認識をしております。えー、このね、総会はですね、午前の9時から、だいたい15時、16時ぐらいまでまあ行われておりました。まあ、主にですね、3つの議題について、まあ、議論をするという形でありました。まあ、それプラスですね、お昼ご飯ですね、昼食会もまあ,ありました。はい。でですね、まあ、その話はまた、 後ほど、まあさせてもらいますけれど、カナダのね、あの国会は、まあ日本とね、あの、だいぶ違うところがありまして、まあそこはね、そういう、まあちょっとカルチャーの、まあギャップみたいな、カルチャーというか、まあまあ制度のね、違いみたいなところで、まあそれなりに興味深いところはあったと思います。えー、まあ日本と同じくですね、まあ民政です。で、一応上院下院ですかね。まあ日本語で訳すと上院は元老院で下院は庶民院 という、まあ、役方でいいのかなとは思います。まあ、ちょっともし違ったら教えてください。で、上院議員なんですけれど、こちらはですね、基本選挙がないんですね。で、基本的にはもう首相が推薦をするというものだそうです。で、会員はですね、選挙。 で、まあ、選ばれるということなんですけど、こちらはですね、えー、まあ、選挙制度はね、もう単純小選挙区ということで、今のね、定数が338みたいなんですけれど、それはもうすべて小選挙区ということになります。日本のようにですね、はい、比例代表というのが、まあ、ないということ、まあ、それはそれでわかりやすいのかなと思います。で、えー、まあ、そのね、あの、カナダの、まあ、政党はですね、基本的には、 ま、政党と言いますかね。あのまあ、政局っていうのかな。えー、については、二大政党制だそうです。で、えー、自由党と保守党、こちらがですね、この二つの政党の二大政党制みたいですけれど、まあ、ただそれ以外の政党もですね、まあ、議席を持っていたりはします。まあ、代表的なところとしては、ケベック党というのがあります。まあケベ まあ、ケベック州ね、あの、フランス語県のところなんで、まあ、それはそれでね、なんかちょっとユニークなところかなとは思いますけど、まあ、そのケベック島というのもあって、そちらはですね、会員で大体9%の、おまあ、議席数の割合を持っているということで、まあ、それはそれでね、あの、かなりのお勢力ではあるかなとま。まあ、その他ね、少数政党が、であったり、無所属の、まあ、議員さんが、まあ、ちらほらいるということで、 でまあ、今回はですね、その総会においては、日本側の国会議員が5人、プラス山内幹事、日本大使もですね、一部参加してもらいました。で、カナダ側の議員がですね、7人でしたね。 ということで、まあ、こちらにですねあの、まああの、今回参加されたカナダ側の、まあ、議員さんの、ねえー、なんか名簿があるんですけれど、なんかすごく面白いのはですね、まあ、女,女性議員の参加者が、えー、7人中5人かな、5人参加されておられました。で、プロフィール見るとですね、はいえー、誕生年は、ね、あの書いてない というか、不明とされている議員さんが2人いますね。はい。ということは、これはですね、自分の年齢を明かさなくてもまあ選挙に出れるということなのかなと。少なくともねあの、ここではそのようにまあ認識をしております。はい。でですね、えー はい。あの、今回話し合った、まあ、3つの議題について、私からの、まあ、私なりのですね、まあ、話をさせてもらいますということで、こちらですね、まあ、昨日の動画でも出しました。えー、まあ、3つの議題がですね、まあ、それぞれ提示されている通りになります。えー、1つ目の議題、あ、それぞれの議題について、だいたいね、1時間ぐらい、えー、話をしたんですけれど、えー、まず冒頭ですね、日本側の議員と、 カナダ側の議員がそれぞれね、5分ずつぐらいですね、まあ話をすると。で、その後は、えー、フリーディスカッションと。まあ一応議長がいるもとで、まあ議長のね、えー、まあ差配のもとで議論するというものでございます、えー。一つ目がですね、インド太平洋とその先の平和、えー、安全保障、貿易に関する協力ということで、まあ日本側はですね、河村正宏衆議院議員が、えー 5分ね、あの、プレゼンをされました。で、えー、まあそうですね、ここの中で、まあどういう話になったかっていうのはちょっと私もね、あの正直覚えきれていませんが、一応自分がど,どういう発言したかについてはお話をしたいと思います。えー、こちらはですね、もう安全保障ということで、えー、今年のね、カナダの3月の 3月に報道されたニュースをですね、ちょっと取り上げさせてもらいました。どういうものかというとですね、えー、はい、えーまあ、私、ね、ツイッターにも書いたんですけれど、カナダの総選挙に中国が介入の疑い、トルドー首相が調査を指示という、まあ、BBC のニュースを、ね、あの取り上げさせてもらいました。えー、こちらなんですけれど、まあ、カナダの,、ね、あの選挙に、まあ、中国、 がまあ介入しているということで、まあ、で、まあ、その中でですね、まあ、どちらかというとですね、えー、まあ、中国側の意向としてはですね、自由党のまあ議員をですね、まあ、増やすように、まあ、働きかけているんじゃないかというですね、そういう、まあ、報道内容でしたね。まあ、それがね、どこまで、えー、 かかかどどううっていいののはわんないですけどまあ誰もねあの一応、カナダの首相はですね、まあ、自由党のトルドー首相ということです。えーまあ、一応ですね、そういう、なんか、ちょっと若干自由党からすると複雑な立場でもあるんですけれど、まあ、それでもね、そういう報道内容を受けて、えー、カナダとしてはね、ねあのまあ、首相がね、しっかりと調査を指示したというのはですね、まあ、ある意味、 カナダからすると、まあ、国民のことを考えるとですね、まあ、当然だとは思いますが、えー、日本はどうかということを皆様にもま考えてほしいわけですね。日本は当然中国のね、介入というのはもうされていると思います。えー、特にですね、まあ、いろんなね、あの、ある意味、まあ、ちょっとこういう言葉を使うと、ふさがしいのかどうかわかりませんが、まあ、反日的なね、活動をされている方が、ま、いるわけですが、もうこれはですね、 まあ中国の介入というのはあ、容易に想像できるところなのではないでしょうか。まあでも日本でね、そういう報道が仮にされたとしてもですね、日本がまあそういう調査をするのかということについてはなかなかあ、まあ、難しいところでもないかなと思いますあ。特にですね、この報道を受けてですね、えー、カナダでされたのは、あのカナダの議会 キトルドー首相がですね、カナダの議会にそういう調査をするようにというですね、えー、お願いみたいな、まあ指示といいますか、そういうことをされたということで、えー、あります。日本でそれがな,なされるのかというとですね、まあだいぶ難しいんじゃないかなと思います。一応ですね、あの、警察白書とか、まあ防衛白書、日本のね、警察白書、防衛白書には一応ね、あの、中国の、まあいろいろとね、有害、 工作っていうのかな。そ、それに関しては、まあ、記載はありますし、えー、政府として、あの、それなりのことはやってると思うんですけれど、まあ、ただ国会としてそういうふうに働きかけることになるのかというのはですね、なかなか難しいんじゃないかなと思います。えー、私はですね、日本の国会の、まあ、特徴としてですね、共産党がそれなりの議席を持っていることについてですね、えー、ちょっと、あの、話の方は言及をさせてもらいましたと。 いうことでございます。はい。で、二、えー、つ目がですね、科学技術,技術政策と科学学術協力というものでございます。こちらはですね、まあ話の流れで結構、あの、うん、まあ日本とカナダお互いですね、留学生、えー、送り合いましょうみたいなそういう話にもまあなってました。で、まあ後藤議員がですね、えー、まあ提示した話として、日本の半導体のまあシェアがですね、えー、まあ、 1980年代はね、世界のシェアの50%をですね、日本がまあ占めていたんですけれど、その後はですね、もう、かな、もう、落ちる一方ということで、えー、ございました。で、まあ、私はですね、まあ、この件についても、あの、意見をさせてもらって、えー、だ、ですね。で、まあ、その内容としてはですね、えー 日本のまあ半導体のシェアのシェアがですね、もうとにかく落ちた理由の、まあその一つとしてはですよ、いろいろあると思うんですけど、その一つとしては日本、えー、日米の半導体協定が、まああるんじゃないかというのをですね、えー、お話をさせてもらいました。えー、こっち、で、まあそれに合わせてですね、その日本の、まあし、 いろんなね、製品のシェアが落ちるものについてはですね、もちろんな、その日本の、えー、各産業の、まあ、頑張りみたいなところは当然あるとは思うんですけれど、私はそれよりはですね、やっぱりね、日米半導体協定のようなですね、あの、国家間のまあ争いによる、その影響は結構大きいんじゃないかなと思います。で、まあそこでさらにね、あの、 今、話題の例示をさせてもらったんですけど、まあ、それはどういうことかというと、えー、自動車ですね。えー、まあ、日本はですね、ガソリン車はですね、もうと,とにかくトヨタ自動車であったり、まあ、日産もね、あのスズキ、鈴木も、すごいね、強かったんですけれど、最近はどうかというと、まあの、テスラがね、すごい強いですよね。えー、電気自動車ですね。えー で、この電気自動車の、まあ、規格というのがですね、やっぱり日本としてはやっぱりね、注意すべきだと、えー、思います。まあ、EU が、EU であったり、まあ、欧米諸国がね、設定した規制のような、まあ企画のようなものはですね、ちょっとやっぱり日本として、えー まあ、果たして、まあ、受け入れ、ある、ある意味ね、受け入れなきゃいけないんですけれど、そこはね、あの、しっかりと日本も、まあ、戦って、まあ自、自国のね、国民を、国民といいますか、国益をね、守るために、えー、というのはあります。まあ、当然ね、あの、電気自動車を否定するわけではないんですけれど、まあ、ただね、あの、そういう観点から、えー、自国の産業を守るというのは、ね、日本がイニシアチブを取っていくみたいなところは、まあ、必要なんじゃないかなというお話をさせてもらいました。で、えー、三つ目ですね。 はい、家族を支援するための比較アプローチという話でございます。えー、こちらはですね、もう私が最初の5分の、ね、プレゼン、日本側ではさせてもらいましたということですね。まあ正直ですね、全く噛み合わなかったというのがですね、私の感想でございます。えー、私ねあの、これどういう話をしたかというと、支援するための比較アプローチということなんですけど、まあ、支援ですね、支援の内容はですね、やっぱり、えー ししっかかりととた方がいいいいんじゃないかなと思いますという、まあ、どういうことかというとですね、まず支援、ね、あの行政が何らかの、ね、サービスをする、例えば児童手当のようなお金を配るというのもありますし、まあ、児童サービスを、ね、提供するという、厳、まあ、別支給もありますけれど、とにかく、ね、政府が何かをするという支援が、まあ、あるとで。それ以外にですね、やっぱりすべき支援としてはですね、えー とにかく、まあ、負担を減らすと、元ある負担を減らすということで、え、それはね、もう減税というものになります。で、えー、まあ、元、元ある、えー、まあ、政府の、まあ、あの、支援を、まあ、増やすというよりはですね、やっぱり減税をすべきなんじゃないかなと、私はこちらが大事だというお話をさせてもらいました。ね、支援を、政府、政府による支援をするというのはですね、えー、はっきり言って、まあ、そのね、財源となる税を、 をまあ、まず集めて、それで、まあ、配るということなので、すごく、ね、効率が悪いというお話をさせてもらいましたが、まあ、なぜ、まあ、か、ね、噛み合わなかった理由としてはですね、えまあ、そ,そういう考えがあの場に居合わせた方々に、まあ、なかった 単ではないかと思いますというのもですね、今回ね、参加された私以外の議員はですね、えー、まあ、自民党3人と立憲民主党1人ですね、えー、自民党からはね、あの、えっ、ー、と、なんだっけ、江藤聖志郎衆議院議員と土屋しな子衆議院議員と高村正宏衆議院議員ですね、で、立憲民主党は後藤。 お有一衆議院議員なんですけれど、まあ自民党もですね、立憲民主党もですね、いずれもね、大きな政府をまあ主公としている党だと私は認識をしております。大きな政府ということは、つまりですね、たくさん税金を取って、えー、たくさんサービスをしようということです。 まあ私が主張するようにですね、減税をしようという趣向ではありません。で、えー、今回ですね、カナダ側の議員さんなんですけれど、えーまあ、自由党の議員さん、保守党の議員さん、えー、あと、ケベック党の議員さん、まあ、ケベまあ、まあ、まあ、大きく分けて、まあ、3種類のね、政党の議員さんがいたわけなんですけれど、でですね、今回、あの、まあ、ケベック党についてはちょっとよくわからないんですけど、まあ、ど、 自由党の主向というのはですね、どちらかというと大きな政府っぽいんですよね。で、保守党の、まあ、政策としてはですね、まあ、小さな政府っぽいかなと思ったんですけれど、えー、私のね、あの、話している、まあね、三つ目のセッションの時にはですね、保守党の議員さん、 今回ね、一人だけ参加されてたんですけど、その一人の議員さんもですね、私、なんか時間の都合上で、まあ、おられなかったということで、ある意味ですね、その議場に、今回のね、あの、三つ目のセッションをされていた時の、まあ、その場に居合わせた議員はですね、小さな政府を、まあ、すべき、小さな政府にすべきだと考えている議員が私一人で、残りね、あの、全員、大きな政府を、 まあ考えられてる議員さんなのかなということで、まあどちらかというと、な,なんつうのかね、あの、それぞれの、まあ、支援策の、まあ、是非みたいな、そういうお話になって、まあ支援策の、ね、効果であったりというお話になっていたような気がします。まああと、そうですね、印象的なところとしては、日本、あの、カナダの子育て支援のモデルとなったのが、まあ日本の政策らしいですね。 というお話なども、まあありました。まあとにかくですね、大きな政府、小さな政府というところでは、あのまあ、今回ねあの、私の置かれた立場というのはなかなか肩身の狭いものではありましたけれど、まあそういうねあの、考え方のギャップみたいなのは感じられたのは、まあそれはそれで収穫にはなったかなと思います。まあちょっとね、あの後半分かりにくかったかもしれませんが、とりあえずね、そういう、 私の、まあ、認識といいますか、印象の方をお話をさせてもらいました。ちょっと動画が結構長くなってしまいましたが、あの、ここまで聞いてくださった皆様、本当にどうもありがとうございます。まあ今後もですね、私は、まあできるだけですね、まあ取って配るよりですね、最初から取るなと、取る量を減らせと、減税をせよという考えのもとで、まあ議員を、まあ任期中はね、あの、やっていこうと考えておりますということで、はい。 ま、以上です。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をうっこわーす。はい、どうもありがとうございました。